はい、皆さんこんにちは、フラワーディスクです、今回の動画は N フラワーデザインスクールのウェブ会員さんのレッスンを兼ねています。はい、で今回はですね、ハロウィンが近いということで、かぼちゃを入れたハロウィンのアレンジメントをレッスンしたいと思います。こちらの課題はですね、いつもの通り、ウェブ会員さんにはこうメールを出しますので、そこからですね、注文をフォームに沿って送ってください。そうすると課題が送られてきますので、それでレッスンが始まるとなります。ではですね、早速作っていきましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。今日はね、こちらの平皿にアレンジをしていきます。まず最初にこのかぼちゃですね、かぼちゃをこのアレンジにフォームの上に、ね、乗せます。その時にど真ん中じゃなくて、ちょっとこう左とか右とかにしましょう。今回こうヘタはこう右向いてるので、僕は向かって左に置こうと思います。その際、まあ置くだけでもいいんですけれども、この下にこう竹串でこう少しだけ差し込みを入れて、でそしたらこの長さをね、まあ、フォームは今回そんなにこう厚さがないですから、刺さるぐらいにカットしてかぼちゃを刺します。はい、続いてこのね、クロトンの葉っぱを入れます。クロトンの葉っぱは、まあ、この辺りで一回こう大きすぎるのでカットをして、このような状態にします。そして刺します。はい、続いてこちらのね、レザーリーフファンである程度こう見えてるフォームを隠しておきます。その時にあんまりこの器から葉っぱが飛び出さないようにしてください。はい、続いてこのスプレーカーネーションを入れていきます。はい、こちらでカーネーションを入れ終わりました。カーネーションはですね、このかぼちゃの周りですね、かぼちゃの周りにこうぐるっと入れるような感じですね。でこのこのクロトンの下にも少しだけ入れておきましょう。これはですね、クロトンの葉っぱがペタッと下に落ちないようにするために、まあつっかえ棒的な感覚ですね。はい、次にですね、こちらヒペリカムのね、紅葉を入れていきます。はい、とりあえずね、ここら辺で一回こう紅葉をね、少しこう右に流すような感じとか、まあ、左でもいいんですけれども、まあ黒と右に入れてるから右の方がいいですかね。黒と左だったら左に流れるような感じで入れていきます。また後で少し入れますけど、一回ここでねストップしましょう。はい、では次にこのね、カラーをね入れていきます。カラーはちょっとこう高く入れますよ。このような感じになります。そしたらここで先ほどちょっと残しておいたヒペリカムですね、こちらを少しだけ高く入れていきます。このカラーに合わせていきましょう。入れます。そして最後にこのスプレーマムですね、これを入れていきます。はい、こちらで完成です。ではね、正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。ウェブ会員さんはですね、出来上がりましたらこの正面、それからこう右左の両サイド、それからこの真裏、そして真上ですね、ちょっと今水こぼれちゃうから向けられませんけど、の写真を撮ってメールで添付するかですね、郵送で写真を送ってください。そしたらそれを添削してね、皆さんに
お返しいたします。先にも言いましたけれども、このウェブ会員さん、組織変更された後はですね、今現状のウェブ会員さんは、特別ポイントを差し上げて、一からではないスタートになります。ただ今ねこう迷われてる方ですね、今の明日の9時ですね、朝の9時まで、下のこちらですね、こちらに今リンク出しておきますんで、こちらから登録をしてください。残念ながら9時をしすぎてしまった方はですね、その特別ポイントはありませんのでご了承ください。ではですね、素敵なアレンジメントぜひ作ってみてください。ウェブ会さんもお待ちしております。ではまたお会いしましょう。 See you next time。 はい、こちらのフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。またスマートフォン、タブレットの方はこちらが見えないと思うので下のリンクからお願いいたします。また高評価、ツイッターフォロー、アメブロの読者登録もお願いいたします。あとですね、もう一つ、今日は長いんです。11月の17日より N フラワーデザインスクールの、まあちょっとね、その時は組織変更されて名前はちょっと変わってると思いますけれども、大リリース展が、横浜山下公園にある、日本郵船氷川丸にて開催されます。氷川丸全線がですね、もうこういろんな世界のというかいろんなタイプのリリースが集まって大リリース展となりますので、ぜひね皆さん足を運んでください。入線料、氷川丸に入る入線料しか、お金はかかりませんので、ぜひよろしくお願いいたします。